さん、こんばんは、マーティンだ。脈は金太です。福島県極上の会津若松市、どんなのか言います。会津若松市はやっぱり、鶴ヶ城がシンボルでございます。はい。あとは、勝城寺、あとは、まあ、上皇寺、あとはその他、もろもろいっぱいありますね。会津三冠の巡りもいいですね。季節によっていろいろ行ってみたいもんでございます。あとは体験、ドレス体、試着体験、あとはアロマワックスさせ体験、アロマの体験、味噌、あとその他もろもろ、トレッキングもできます。まあ、会津喜多方では、おぐみ屋のラーメンだけなく、カフェもいいです。会津三里町の太陽カフェのお餅も、お餅というか、玄米の美味しさ、いいですね。ひどのお菓子屋さん、ニョッキ美味しそうですね。あとは、喫茶店もいいですね。昭和、懐かしのもの、はい。猪苗代と、あと南会津、ちょっこっとしたカフェ、スイーツも美味しそうですね。あとは、まあ、食いろいろあります。冷やしラーメンや赤レンガラーメン、あとは味噌ラーメン、あとは辛蒸しラーメン、あとはまあ、その他もろもろいっぱいありますね。はい。あとはお酒やお土産、そして赤べこ、カーフルのべこもいいですね。会津若松市、本当にいいもんでございますね。はい。というわけで、福島県の極上会津でした。バイバイ。